4番手にスーパークリーク、5番手にセイウンスカイ、2馬身3馬身開いてオグリキャップ、その後ろからゴールドシップ、およそ5馬身開いて成田大使、その後3、4馬身開いてマンハッタンカーフェ、2周目の向こう上面に入って変わらず先頭を突き進みます。7番ミホノブルボン、7番ミホノブルボンまだリードをキープしています。5馬身差北サンブラック、その外並んでスーパークリーク、4番手には1番ミホノブルボン、5番手にはセイウンスカイ、残り 1000m を通過、外目をついてゴールドシップ、その後ろからオグリキャップ、その外並んで成田大進、さあここで目覚めるか、成田大進このまま一気に差しに行くのか。現在1番手はスーパークリーク、2馬身3馬身開いて北サンブラック、第4コーナーを進んで直線へ向かう、内から来るか外から来るか、最後の局面です。じりじり詰める成田大進、成田大進ここで抜け出した、勝負は最後の直線に持ち越された。さあここから坂、二側の舞台はこれから坂がある、成田大進強い、強すぎる、完全に抜け出した、成田大進先頭は成田大進、これは強い、200を通過、2番手争いはオグリキャップ、ゴールドシップ、成田大進強い走りだ、このレースの主役は間違いなくこの子でした、勝ったのは成田大進、ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝。